タブテラ人間は、流星量産がスケジュールの都合で出番を作れないことから創作されたその場しのぎだった。ラミレスは、作中で片言の日本語を話しているが、ラミレスを演じるボールドウィンは、日本語を流暢に話せる、恐竜ブラックが手を、恐竜ブルーの肩に手を置くポーズは、恐竜ブラックのスーツアクター、竹内が、隣にいた恐竜ブルーのスーツアクター、高田にちょっかいを出していたことが発端。充電戦隊恐竜ジャーは、韓国であまりの人気を博し、公式な続編が制作された、恐竜ゴールドの丸山敦さんの幼稚園の頃の夢は、高速戦隊ターボレンジャーになることだった。黄色の戦士がいないのに金色の戦士がいる作品は、戦隊史上、充電戦隊恐竜ジャーが初めて。また、水色の戦士がいるのも、戦隊史上、充電戦隊恐竜ジャーが初めてと言われる。そんな充電戦隊恐竜ジャーが、王様戦隊キングオージャーに登場するというが、恐竜ピンクの紺野あゆりさんは、大の虫嫌い。